東京オリンピック、パリオリンピックのおかげで再評価されてくるということで見ていたと思います。皆さん、パリオリンピックは見ているでしょうか？まあ、話題になった競技といえば、柔道のね、混合団体決勝の日本対フランス戦で、まあ、試合としてはね、負けてしまったんですが、日本が。もう選手の迫力とかで、素人ながらね、感動したんですが、まあ、一方でね、3対3になった時の、最後誰が戦うのかを決める、デジタルルーレットですね。で、もうデジタルなんでね、裏でいじり放題で、フランス側はね、英雄のリネール選手が選ばれるように、細工してそう、とかみんながね、心で、うっすら思ってたら、本当にリネール選手が選ばれて、本当に来たよ、みたいなね、感じになって、まあ、不正はね、さすがにないと思いたいんですが、もうネタとしてね、リネール確定ガチャは面白かったですね。で、そんなパリ五輪なんですが、まあ、いろいろやばいようで、参加してる選手たちからも不満の声が上がったり、寝て起きるたびにね、パリ五輪のここがやばいみたいな記事も上がったりしてるんですが、まずは選手村の食事ですね。パリオリンピック組織委員会は、炭素を減らすために選手村の食堂メニューの菜食の比重を高めたと明らかにしたそうなんですが、参加している選手から鶏肉だったり卵だったり、タンパク質が足りないといった不満が出て、イギリス選手団は自分たちでシェフを用意して招聘したみたいですね。もう英国選手が英国からシェフを呼びつけるレベルともね言われているんですが、イギリスのある代表選手は、食事は極めて重要なのに期待したように組織されていない。東京五輪はうまくいっていたのに。と述べたそうで、もうパリオリンピックのおかげで東京オリンピックが再評価されてるみたいですね。まあ、東京五輪の選手村の食事はなんか選手に好評だったみたいな言われてた気がしますしね。で、さらに選手村、他にもね、不満が出ているようで、パリオリンピック組織委員会は環境に優しい五輪を行うとして、選手村にエアコンを設置しなかった。そうなんですが、まあ、しかし選手から暑いという訴えが出たそうで、一部選手団は近くのホテルに宿舎を移す。といったことも起こり、主催側は各国が各自負担する形でエアコンを使うことができるように承認した。そうで、イギリス紙ガーディアンによると、フランスチームを含めてお金を払った国家代表選手はぐっすりと寝ることができるが、ルーマニアの卓球選手であるベルナデッテ・スーチは猛暑に苦しめられて、夜中にテラスの扉を開けておかなければならない。と伝えたそうで、裕福な国が自国選手を助けるために努力する間、エアコンなしで過ごさなければならない他の国の選手たちは文句を言っている。と言っていますね。まあ、最初はね、環境のためにエアコンを設置しなかった。そうなんですが、まあ、途中から暑いと選手から訴えがあったので、フランスチームを含めてお金を払った国家代表選手はエアコンでぐっすり寝ることができるみたいですね。まあ、選手のためを思ったらつけたらいいと思うんですが、フランスもつけるんだとは思いましたね。環境のためって自分たちが言ってたのに。もうなら最初からつけとけよと思うんですが、もう変えない国の選手にもね、フランスが準備したらよと思いますね。で、エアコンがない部屋は窓を開けておくと虫が入ってくるそうで、アフリカリベリアの陸上選手のエボニー・モリソン選手が TikTok にオリンピック村から生中継という動画を投稿し、まあ、その動画では部屋でエアコンがないから窓を開けていたら虫がね入ってきて、それをタオルで駆除していくという動画ですね。本当に悲しいだったり地獄だと言ってるんですが、ちょっとこれはね我慢できないなって数の虫が映っていましたね。もうエアコンがなくて暑い、窓を開ければ虫という状況みたいですね。で、さらにイタリアの水泳のトーマス・チェッコン選手は母国メディアのインタビューに、パリ五輪の選手村に対する不満を言ったそうで、多くのアスリートが選手村から移動した。そして彼らはいい成績を収めたよ。なぜならそこにはあるものがあるからだ。選手村に何が不足しているかを事細かに説明したくはないけど、オリンピックの重要なレースを控えている選手にとって最初の3、4日間なら耐えられるけど、それが10日間となるとね。特に僕らに用意された食事を考えると、残念ながら多くの人にとってはここにいることは簡単なことじゃなくなると言ったそうで、東京オリンピックの日本の組織力は無敵だったんだ。フランスは何かがおかしいと感じた。と断言したみたいですね。もうこういった感じで、パリ五輪に比べたら東京五輪は良かったみたいなことを言う選手もいるみたいですね。まあ、ちなみにこういった環境のためにエアコンをつけなかったり、満足な食事を食べさせず、各国の選手を弱らせてパフォーマンスを落とそうとしてるんじゃないか。ということで、このフランス流のおもてなしがエコひいきとも呼ばれてるみたいですね。で、さらにパリオリンピックの開会式も、まあ、前挙げた動画でも言ったんですが、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐のパロディのようなシーンがあって、これはキリスト教を揶揄してるんじゃないか、としてね、炎上したんですが、まあ、こういったパリ五輪の開会式に比べて、東京五輪の開会式は誰も傷つけない開会式として一部で再評価されているみたいですね。で、まあ、前回はね、その影響で、緑なだぎさんを再評価する声も一部で見かけたんで、緑なだぎさん再評価と言ったんですが、するとコメント欄で、緑なだぎの評価は未だに地の底だぞ、
とね、コメントしてもらったんで、緑なだぎさんは再評価されていないみたいですね。僕は結構好きなんですけどね。で、さらに他にも、選手村では、日本のラグビー選手が結婚指輪やネックレスの窃盗被害に遭ったとね、前言ったんですが、他にもスロバキアの自転車チームがサイクリング用品を選手村で盗まれたようで、警察署に告訴状を提出。他にもオーストラリアのフィールドホッケーチームのコーチがクレジットカードを盗まれるといった窃盗も結構起きてるみたいですね。で、さらに次はセーヌ川汚い問題ですね。まあ、セーヌ川は水が汚染されているため、過去100年間遊泳が禁止されていたそうなんですが、主催側がオリンピック前に水の浄化に14億ユーロを費やしてトライアスロンだったりができるようになったそうなんですが、まあ、大会が始まって雨でね、水質が悪くなって練習が中止になったり、トライアスロン男子も延期になったんですが、まあ、その際にイギリス紙のティム・アダムス記者が SNS で、明日延期となったトライアスロンを前にパリに落ち着き、セーヌ川の色を眺める、それは面白いですねと、セーヌ川の色が面白いと投稿したり、どうやらインドでもこのパリ五輪でセーヌ川が汚いと報じられたそうで、インド人が川の水質を指摘するレベルともね言われたりしてるんですが、そんなセーヌ川で行われたトライアスロンに出場したベルギー代表の女性選手クレア・ミシェル選手がレース後に体調不良を訴えたそうで、フランスのメディアが大腸菌に感染したと報道したみたいですね。まあ、しかし BBC の記事によると、ベルギーチームの関係者は大腸菌には感染していないと述べたそうで、まあ、よくわからないんですが、とりあえず体調不良にはなったみたいですね。で、ベルギーオリンピック委員会は声明で、今後の五輪における教訓となることを望む、運営側は選手らに不安がないようにしなければならないと述べたみたいですね。まあ、やっぱセーヌ川が問題だったんですかね。もうこれには金メダルという声もあるんですが、まあ記者の人がね、セーヌ川見て面白い色だっていうぐらいですから、ちょっと怖いですね。で、さらにどうやら食中毒も発生しているようで、まあ、こちら選手ではなくメディアの人たちに発生しているそうなんですが、各競技場に一つメディアセンターと称される報道関係者用の大部屋が用意されているそうなんですが、そこに用意されていたフルーツが食中毒の原因じゃないかと言われているそうで、とある競技場で同じ日に取材を行ったメディア関係者4人が同時多発的に下痢や嘔吐などの症状を訴えたといったことも起きたみたいですね。これに対し組織委員会の担当者は、お気の毒に各国メディアは気をつけてくださいと言葉を濁したみたいですね。まあ暑いとね、食中毒も起きやすいんで、報道する人たちもね、気をつけた方がいいですね。まあといった感じでね、パリ五輪結構ね、不満だったりも出てるそうで、まあやっぱ選手のね、食事とかエアコンはね、もうちょいしっかりしてほしいなと思いますね。もう選手には最高のパフォーマンスをしてほしいですからね。まあこういった不満だったりが上がって、前回の東京オリンピックは良かったみたいな声も上がってるそうですね。もうこの調子でね、緑なだぎさんの再評価する声も上がってきたら嬉しいですね。以上です。